わしが天下御免の YouTuber 前田圭一。はあ、こたびの題目は大河ドラマ青天を衝け H 銀行を作る生放送解説。さあ、ということで、今宵は32回の生放送解説を届けてまいる次第じゃ。チャンネル登録、高評価よろしゅう。そしてチャット機能を使ってコメントも活用してちょうよ。ということで、早速題目を掲げてまいったゆえに案内をしてまいろうと思うが、ドラマ演出と解説ということで、一番グッときたところで申すと、渋沢栄のセリフでござった。最後、寒くないかという、まあ、栄一に投げかけるセリフがあったんじゃけど、これ実は、まあ寒い自分の檻に羽織を持って栄一を追っかけてくれたという逸話が残っておって、渋沢栄一自身がそれを書き残してる。そこの栄一自身の記憶の中で印象的に残っている大変慈悲深い母上であったということを、最後の天に見まかる瞬間のセリフ、一言のセリフに凝縮されとって、なるほど、実際に栄一が感じておったことを、寒くないかというセリフに全てを込めておった演出、誠に見事であった。ここはもうみんなグッときたのではなかろうか。ここがもう一番でござったな。ということで、実際に栄一自身が書き残しておるということで、よかったらみんなも見てみてちょうよ。ということで、続いては渋沢栄一と井上馨についてなんじゃけども、まあ、たびたびこちらも解説してまいったんじゃけども、まあ、こたびの方で何が起きたかと思うと、大蔵省を辞職したというところじゃな。こちらが明治6年1873年の自分でござるけれども、まあ、てんやもんやでもうやめてやるって。これまず原因は何かと申すと、大隈重信、まあその新政府の他の面々との折り合いがつかんくなった。これは何かと申すと、予算の問題、お金の使い方の問題で対立してしまったんじゃな。そして井上馨の方がもうやってられんよっていうことで、やめるってなったら渋沢栄一も、あ、私も辞めまするということで、この時実際渋沢栄一辞める時、何のこの、なんじゃろうか、心残りみたいなものは一切なかったというふうに実際に語っておりもうす。未練がなかったそうじゃな、政府の方には。まあそういった、政府が大事だみたいな場面は正直ほとんどなく、まあ多くの皆々のために、便利な世の中を作るんだというのも最後に渋沢栄一の方にも語っておった通り、まあ政府のためにしろではなく、皆々のためにすることの、その基盤として政府があるんではないのかっていうところに疑問を抱いておったがために、まあ一緒に辞めた。この時、渋沢栄一は33歳の時でござった。じゃがこれ、この後に渋沢栄一は実業家として、まあ発展というかな、素晴らしい功績を残すんじゃけれども、井上馨はなんと2年後、伊藤博文の要請でなんと政府の方に復活、復帰いたすわけなんじゃな。まあこの大隈重信との対立において、先ほど申したお金問題があったんじゃな。でそこで文春法と予算公表制度というものを出したんじゃな。文春法というのは現世で分かりやすく申したんじゃけど、新聞で発表されたではござらんか。で実際にこれ新聞に出したんじゃと、権限書と呼ばれるものを提出して新聞にも公表して、これが世の中で物議を醸した。まさに現世モスクの文春法と全く同じ、渋沢栄一井上馨法といったところか。そういったものを出したそうじゃな。で、これの方にもドラマでも、政府の方はこのぐらいの借金があって、南の年貢税金で賄おうとしとるよということが、波紋を呼んだと。で、それがきっかけで、この予算公表制度というものが、生まれたんじゃと。今となっては日の本。予算案というものを国民が知る権利があるし、発表すると、なっとるんじゃけども、それを作ったのが実はこの渋沢栄一と井上馨のこの文春法がきっかけだったそうなんじゃ。これが出たおかげで、民の者たちは一体どのぐらいあるのか、何に使うのかということを知ることになる。それを、まあ、発表する、公表することになったというのが、実はこの二人が指定化したことから始まったと。ある意味皆、これ知りたいものが現世でも多いのかもしれんゆえに、これは渋沢栄一と井上馨に感謝せねばならん。ある意味な文化を作ったということじゃな。
そしてこの後はどうなっていくのかと思うと、渋沢栄一は、先ほど案内した通り商業、実業家として、国を豊かにする方向へ向かっていくということじゃな。そんな中でこんなライバル好敵手が現れた岩崎弥太郎についてなんじゃけれども、これ非常に有名なのが三菱財閥の創始者の一人であるというわけじゃな。こちらは岩崎弥太郎ついに登場といったところなんじゃな。これ非常に有名人であるがために、まあそもそもドラマ見てなくても知ってるものも多いかもしれんけども、今となっては三菱みんなも知ってるようなあの会社を作った男なんじゃけれども、もともとつくも商会というものを作ったんじゃけども、この時代誰に学んでおったかと思うと、あの有名な坂本龍馬の経理を担当しとったのが岩崎弥太郎でござる。そしてまあ土佐の役人なんかもやっておって、この外国異国のものと、取引交易をしとったというわけだったら、じゃがもともとは物の負の武士の、なんじゃろうか階級で言えばもう底辺の人間でござって、ただ江戸でドエリア勉学を一生懸命頑張ってこの立場まで、まあ、上がってきたということで、下克上の一人であるというわけなんじゃな。そんな岩崎弥太郎と好敵手ライバルであるんじゃけれども、この岩崎弥太郎も日の本の文化を作った男なんじゃな。渋沢栄一も作ったんじゃけれども、何を作ったのか、さあこれもみんな今すぐ拍手する準備してちょうよということで、みんなチート待ってちょ。さあ拍手する準備とは何かと思うと、日の本初のボーナスを作った。さあ多くの者たちがおそらく好きなボーナスを初めて日の本で取り入れて出したのはこの岩崎弥太郎でござる。そしてそしてこれも世話になっとる者が多いのではなかろうか、年下や後輩にはおごる文化を作った男なんじゃ。今日の本においても年下後輩には飲み代飯代おごるといった文化があると思うんだけども、これ年下のものであったりとか身内のものにも身内のものを大事にしようっていう考え方、この男が作った。さあということで、もう足を向けて寝れないんではなかろうかということで、どうじゃどうじゃ、今の文化にだいぶ近しきものを作り上げたということでな、注目してもらいたい人間でござる。さあ続いて第一国立銀行についてなんじゃけれども、さあこの第一国立銀行ついに完成した、ようやく銀行できたな。残すとこ放送もあと10回ぐらいでようやく銀行ができたんじゃけれども、ここで注目すべきはこちら、佐々木祐之助、これ渋沢栄一の一番弟子なんじゃな。渋沢栄一の一番弟子なんじゃ。ええー、っちゅうて、ちゅうかそれまで弟子おらんかったんじゃというのも思うかもしれんが、この男がなんと二代目の頭取にもなるということで、渋沢栄一が認めた男なんじゃな。さあこの男は三井小野組の一人でござって、もうこの数字に強かったと。でソロ版勝負をな、アランシャンドといたしてな、ソロ版で勝った場面があったんじゃけれども、そもそも渋沢栄一に仕事ぶりが優秀であるということで見込まれて、このいわば銀行員の立ち位置を獲得したんじゃな。ほいでこのアランシャンドとの対決は実際にあったそうでござって、直接対決した時に勝って、ほいでアランシャンドはこれから直接銀行簿記を教えたそうなんじゃ。ほいでこの佐々木はそれを習得して、ほいで渋沢栄一の後継者となったということで、二代目頭取にもなって、後に渋沢宗吾という、まあ渋沢家の大事な、金子を任せられる人間にもなったということで、戦争、昭和の戦争か、昭和の前か、昭和の前の戦争の折には、佐々木家が、燃えてしまった時に、なんと渋沢家で隠れておったということで、もう、家、一族での、まあ、交流もあったということなんじゃな。非常に大事な場面であり、注目すべき人間であったで、これで登場したというわけなんじゃな。そして、栄一の家についてなんじゃけども、これ驚きでござるけども、第一国立銀行というのは、和洋折衷の建物でござった。これは皆もドラマで、CG なるもので出来上がったものでも、それは感じ取ったと思うんじゃけども、
何がすごいかと思うと、あの第一国立銀行の近くに家建てたんですけども、あの家がでかすぎるという、第一国立銀行のお家がこのぐらい、お、うん、第一国立銀行建物がこんぐらいだとすると渋沢栄一の家こんぐらいなんじゃな、うん、変わらないということで、隣にほぼ同じぐらいの大きさの家が建っておるという、栄一銀行と変わらない屋敷があるっていう、今ドラマ見てる限りだと、いやなんか和装建築でそんなになんか大きさを感じないよ、普通のお屋敷なのかなぐらいにな、まあちょっとお金はあるのかなって思うものは多いかもしれんが、んーなことはござらん、とてつもなくでかい家建てとるから、これちゃんと絵で残っとるで見てもらいたいな。非常にでかい。ドラマの方は多分視聴者の者たちが何だろう、感情移入しやすいように、渋沢栄のな天に見まかる場面もあったで、そこで栄一の家があまりにも豪華じゃとな、ちょっとドン引きしてしまう恐れがあるがためになかったと思うんだけど、もう異常なでかさじゃから、もうただただなぜこんなに家でかいのというぐらい、銀行と同じ家見たことあるかっていう話なんだな。で続いて渋沢喜作、まあこちらの方はもう今まで解説さんざっぱらして、何万回再生かしようやつをな、今一度見てもらったら分かるけども、帰ってきて、まあ栄一がな、もう辞めておるがためにどうするんじゃって言ったら、わしも実業家になるよっていう話になるんだけども、そのつてまず渋沢栄一が作ってあげる、小野組へ勤めるが良いぞということで小野組へ進めてやる。だが小野組が話に出とった通り、破綻してしまうな、解散してしまうことになってしまう。それと同時に渋沢喜作も、まあ、諦めてしまうんだけども、目をつけたのがこれからは米と生糸じゃと、米と生糸の流通が、年貢という文化がなくなってしまったがために、余るゆえにこの流通を整えれば財をなせるんではないのかっていう渋沢栄一の、まあ、助言を得て流通業をやる、これが渋沢商店というものを作り上げるんじゃけども、これで、大失敗して、とてつもない借金をする、もう何億円という借金をなして、それを渋沢栄一に払ってもらうという、これから渋沢喜作は、大失敗を繰り返していくということで、ドラマで果たしてそれが描かれるのか、あとたった10回の中で喜作がすまねえ H 俺失敗しちまったぜっていう場面があるのかどうか、期待しようというところじゃな。続いて新平についてなんじゃけども、さあここがなちょっとちょこっとしか出てこなかったけども、江藤新平というのは今となってはもう非常に重要な文化を作った。何かと思うと、指名手配書、指名写真な、指名手配犯の写真、これを導入したのがこの男なんじゃ。でこれがなこう書いたけど、皮肉な最後を迎えた天才ということで、これどういうことかと申すと、もう天才だと言われとったらしいんだな、相当頭が切れておって、ほいで頭が切れながら役人になった時に、みんなのための制度を作るべきだとこの男も考えておって、誰もが公平な裁判ができるようにしたいということで、役人も訴えれるような裁判制度を作ったんじゃ。それまでお上と言われるな役人相手に訴えるということはできんかった。もうだから言ってしまえば、何か悪いことしとっても目をつぶるしかなかった。まあそんな時代があったんじゃけども、そこでもあっと一応それはいかんじゃろうということで訴えることができたんじゃ。あとは学生制度であったり警察制度なんかを、推し進めて整えた人間でございます。その中で指名写真を導入して犯人を捕まえやすくするであったりと、今の日本の基盤をまあこれも作ったんじゃけれども、結局この佐賀の乱というものを行って、おいで戦が起きて、まあ、負けるんじゃけれども、佐賀城に籠城してな、その、まあ、なんじゃか戦の後も佐賀城の方で見ることができるんだな、機会があったら九州のもの見たらよいけども、逃げるんだよな、逃亡するんだよ。逃亡した時に捕まった原因がなんと自分が導入したこの指名写真制度の導入で、なんと皮肉にも捕まってしまって、皮肉にも裁判まで行くんじゃけども、ほとんど何もさせてもらえずに処刑になってしまうという、今日の本のこういった犯罪であったりとか非常に裁判的な法律の大事な根底部分を作った男がそれをもって処刑されてしまうという、誠に皮肉な最後を迎えるということで、まあこちらの方はドラマでは描かれんとは思うんじゃけども、この男も今の日の本を作った一人であるということで案内させてもらった。最後に渋沢栄一
冒頭の演出部分でも解説してしましたけども、まあ、最後は誠に見事であって、明治7年1874年の1月7日渋沢栄一の、住まいで、天に見まかったと。でやはり栄一がな、みんなが便利になる世にしたい、役人として活躍することは一郎へも父の、悲願でも、なんかこうなあったのかもしれんけれども、そうではなくみんなが便利になる世の中にするべきじゃっていうふうに語った時の渋沢栄のあの顔は、第1話で言ったみんな幸せが一番だって言ってたものを一番最後に栄一が回収してくれたっていう31話分の、伏線回収と相なった、誠に見事。さあここから渋沢栄一に関してなんじゃけども、なんとお千代ももうそろそろ天に見まかってしまうし、間もなく西南戦争も起きるということで、世の中の状況と渋沢栄一周りもかなりうごめいていくということで、第33回は論語とそろばんということで、そろばん、この日の本アジア国のな、文化が西洋に通じた素晴らしい瞬間も見ることができた。今のところはずっとヨーロッパや欧米諸国の文化に日の本やアジアは負けておるみたいな場面があったけども、日の本はアジアは負けていないよという場面も入っとった。ここが誠に良いところではないか。みんな確かに我ら日の本というのは異国の文化を多大な影響を受けて作り上げたものがほとんどであるけれども、手先の器用さであったりとか精密な数字の判断であったりとか、日本人じゃからこそ他の国に負けん強みというものはたくさんある。そういったところを改めてこの青天をつけてわしは知った、いや知ったというか再認識した。我ら日の本の民、わしら物のが作った武家文化であったりとか、城もそうじゃけれども他の国にないものがあるで、ぜひともそういったものを誇りを持って日本人らしく皆も生きてもらいたいなと、わしはこたびの32回を見て思い申した。ということで、こたびの解説は以上と相なり申す。皆ありがとうござった。そして、わしの方から告知でござるけども、来たる11月の27日名古屋市内の全小中学校向けに歴史授業を行ってまいる。オンラインで、視聴無料ということで、こちらの方ぜひ見てもらいたいんじゃけども、夜の会というものがござって大人向けと相なってる、こちら題目が、名古屋の町を作った武将たちということで、もののふと町づくりについてを皆々に案内してまいる次第じゃ。こちらは会場券とオンライン券両方ござるゆえに、どちらかでもぜひとも見てもらえたら良いなと思う次第じゃ。ぜひ応援してもらいたい次第。まもなく YouTube の方もチャンネル登録者が5500人いきそうなんじゃけれども、わしのチャンネル、6割か7割近くがチャンネル未登録者ということで、これを見てるお主もきっと登録してないということで、登録してもらったらいつの間にか普通に考えたら1万人超えてるはずじゃから、ぜひまだしてないものチャンネル登録お頼み申す。そして来月は11月をもって我ら名古屋おもてなし部署とは結成12周年ということで、12周年祭を1ヶ月かけて行ってまいる上に、こちらの方名古屋おもてなし武将隊12周年祭で検索して調べてみてちょうよ。このような歴史のべしゃりだけでなく、わしの勇ましい演舞、どちらかと思ってわし演舞の方がうっとるで、ぜひ演舞の方を見てもらいたいなと思う次第じゃ。そして11月の8日に我が盟友でもある萩原幸子殿、城郭ライターの萩原殿が、本を出版いたす。そこにわしコラムとして、ちょっと一筆したため申したゆえに、ぜひともお城のことについてな、用語がたくさん載った本でござるで、非常にわかりやすいゆえに、機会があればこちらの方も手に取って全国の書店で発売ということで、わしもついに本初陣デビューということで、記念すべき作品ぜひ手に取ってもらいたいしじゃ。ということでまた、来週日曜日は、大河ドラマ青天を衝けの生放送解説、そして火曜日あさってはお城プロジェクト RE のゲーム実況があるゆえに、ぜひともそちらの方も視聴して、他の YouTube の動画の方もぜひ高評価とチャンネル登録ではなくコメントのほど残してちょうよ。以上と相なり申す。では皆の衆、こたびの放送最後まで視聴大義であった、チャンネルではないコメントの方もたくさんありがとうござる。ではまた会おう。 YouTube さらばじゃ。お疲れさ前田。